はい、どうもゴルフプレイン4です。そうですようです。はい、2019年の、まずドラコン大会開幕ですね。はい、日付で言うと3月の、9、10だったね。に開幕 LDJ だね。まあ、鹿児島で、あとね、茨城でもあったのかな、同日にその日に。ああ、そうなんだ。あの、カーナベの三つ豊ゴルフ、450ヤードある、すごい広いよ。フラットな、あれはもう Google マップで見ても分かる広さやろ。そうだね。あの、こう茶畑の中にもう真っ平らな練習場で、まあ、開幕戦で、しかも鹿児島大会は2日間で、あの6試合あるから、あのすっげえ選手が集まる、ポイントを取りに、だからね、もう日本大会かなっていうぐらいの、有名な人たちも来るってことね。そうそうそう、選手がたくさん来て、まあすごいことになってましたね。基本的にはもう自分の動画しか撮ってないんで、もう自分のだけだけど、ここでのベストは321ヤードだったから、そんな感じです。はい、ということで動画見てもらいましょう。はい、どうぞ。一番人気 YouTuber りょん、イエーイ。はい、それではまいりたいと思います。レディー、ゴー。右サイド。爆弾を継続になります。5センチ。入れてから出てる。
最後。記録1試合目が320で2試合目が326、うん、とまああったんですけど、オープンリーグでね、僕が出てるのは、うん、まあ、フリーの年齢の制限が別にない、うん、で、一個上がこうメジャー、こうオープンで優勝した人がこうクリアがあってメジャー、まあ、ポイントをそこでこう取っていって、うん、日本大会に、まあ、それ以外こうシニアとか、なんかマスターズとか、まあ、あるんだけど、まあ、一般参加できるオープン、オープンの中でもあの半分ぐらいよりちょっと下かもしれない、ね、うん、320で、うん、あんまりここの会場がフォローが少なくて上げが多いんだけど、今回フォローでね、うん、みんなガンガン記録が伸びてて、オープンでも340以上打たないとあのオープンの決勝、うん、残りの6人ぐらいに残れないぐらいだったから、うん、あとね韓国人選手がね、うん、あの招待っていうか来てて、3、4人来てて、うん、まあ、その人たちも飛ばすもんだから、みんな予選通過、韓国の方たちは、あのね、毎回2人ぐらいは決勝に残ってたね、オープンの、はるばるだからね第1試合の、まあ、その全体のベストで376飛ばした人とか、その次で373とか、うん、だから、まあ、風が多少いい時とまあ悪い時あるかもしれないけど、それでもね、50ヤードぐらい置いていかれてるから、あのフラットのところで370以上打てる人たちっていうのはもう当然のごとくゴルフ場ではもう400打つ時もあるってことだよね、うん、あると思うね。まあ2試合目も、まあ、326でここの会場でのベストは一応更新はしたけど、うん、まあでもちょっとまあフォローが増えてたからもう330はいけるだろうなとは思ってたけど、うん、あんまりいい球を打てなかったね、うん、オープンの8番目ぐらいだったかな、上から8番目、26人ぐらいいたところの8番目ぐらいだったから、うん、やっぱね厳しいですね。ヘッドスピードももちろん遅いし、僕は、うん、あのミート率が初速も出ないしね、シンク出ないから、もうまあこれも毎回だけど、うん、鍛えるしかもうないんだよね、うん、まあ、全部足りないんでしょう、うん、結局ね 46.25 インチのちょっと短いよね、うん、ドラコンにしては、うん、まあ、ドライバーで、まあ、ほとんど、うん、試合ではで2分になったから、今回からでしょ、そう2分6球だから、去年はね2分30秒だったんだけど、30秒ね縮まるって結構だから、うん、20秒で1球打たなきゃいけない、うん、結構ね早いよ、こう、うん、その辺もちょっと難しかったかな、あのこう球しっかり折ってて、あ今のちょっと右にそのまま行っちゃったなとか、戻ってきてないなとかやってアドレスをこう変えたりとか、うん、クラブを変えたりとか、うん、その時間が、そうそう、そういう時間を作っていく配分をもう一回しないといけない、ね、うん、まあでもそういうところもあるけど、まあ完全に力負けなんでまた、ドラゴン次鹿児島でやるとしたら7月、うん、他熊本とか山口とか、まあ、ちょっと遠いかもしれない、うん、はい、そういうとこですかね、はい、では今回はありがとうございました。Yeah.